皆さんこんばんは、里由里トークです。今週もよろしくお願いします。バレーボール芸人の里由里です。そして今回はまたゲストに来ていただきました。矢高 JR です。お願いします。2回目ですね。2回目ですね。まさかのまさかの矢高とは、だって前回さもう一生会いませんみたいな、なりましたけど、ありがたいことに2回目も参上しました矢高 JR です。はい、すごいなんか色黒やね。焼けた今。そうよね、焼ける行為をしてないのよけど、うん、もう生きてるだけで今年の夏は焼けるようなシステムになってるね。なってないよなるって暑いけど、まあ、日焼け止めは塗らないので、うん、あ、そうなん。はい、基本的に。なんでの。いやもうやっぱね、うん、小中高とずっとスポーツやってて、うん、日焼け止める必要をなかったんで、うん、焼けてる方がいいやん。それなんか色白の野球部嫌やろまあ、でも今あれか、慶応がすごい、髪型かっこいい、かっこいい子が、ね、話題になってるやん。そうか、もう俺古い人間になってたそうやね、もったいより時代経ってるからねか、俺はもう坊主やってたな、あの時もう古いんか、それが坊主やってたし、芸人なんても坊主やってたんやろ。あ、そうやってたもんそう、古いんです。古いんです。もうじゃあ日焼け止め塗っていきます。塗ってもいいけどでもシミとかあんまないけど、はい、徐々に出てくるよらしいね。30とかなったらもうそれがね、ちょっとね、分からんので、あの何て言うの、将来ハゲるでとか、いや将来シミ出るで、うんうん、知らんやんそれ。なんかすぐになんか出るんやったらやろうと思うけど、うん、将来言われたら、うん、はい、ちょっとね、やるくさぎたくなる気持ちがなくなっちゃうのよね、うん、まだ始まってないからやろ多分。始まりだしたらこれかってなるやつやんな。そんなに信じられへんくて、うん、でもすごいあの、うん、痩せてるわけよ自分。はい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 、そうやね、本当に食べても食べても太らん、まあ、体質、うん、家庭も家族がそうやねん。あ、そうなんや。でなんか言ったら、いや、うん、28、30ぐらいになったら、うん、急に太るから、うんうんうん、絶対太らん、絶対に太らん、もう言ってますけど、あんたらの教科書じゃないと、わしは絶対に太らないと、ね、なるどうだよ、人間やからね。どうだよね、もうその感じが全くないんで、もうだからその将来的にあれよ的なアドバイスはちょっと聞きません、うん、ちなみにですけど、はい、じゃあその何か、え、もう全体的に何も信じてないの、何か将来的に不安なことはある、うん、ああ、将来的に、はい、もうそれは妻ができるかぐらいですね。そこかい、それぐらいですね。将来的にどう家庭を築けるかぐらいの不安しか、うん、あ、ほんまに。いやでも矢高くん、またぜひ YouTube でも見てもらったら分かると思うんですけど、はい、あ、それなりになんかハンサムな顔をしてらっしゃってらしいですよ。で、ね、ありがとうございます。見るたび見るたび、はい、女の子と歩いてない。あのね、すごいタイミングで会いますねあなた。僕が女の子と歩いてるすごいタイミング。あのそのね、はい、やらしい感じの女の子ではないので、はい、別にフレンドな。でもなんか毎日変わってない隣の女の子。何や、毎日終わってないやろ。変わってないわ。いやーでもすごいやっぱなんていうん、言葉がうまいからね芸人さんは。ちょっとここはちょっとね相談事ではないんですけど、あ、なんですか、あるあるなんですけど、はい、やっぱね友達の壁を、はい、できてしまうので、いつもね、うん、あ、やたかは一緒におって楽しいけど、うんうん、なんか付き合うとかじゃないよなみたいなのを告白する前に言われるのよ。あ、なるほどね。だから僕あのね、すぐめっちゃ仲良くはなるけど、その壁を作ってしまって、それを越えれないという、うん、あれね、ちょっとね、はい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 、そう、女性の方に聞きたいんですけど、友達の壁を作る、あ、そう、仲良くなりすぎる、うんうんうん、なるほどね。恋人として捉えられる方法があるのか、もしくはその壁を乗り越える方法があるのか、うん、ちょっとこれね聞きたいんですけどね。ちょっと丹波のレディに聞く。丹波レディ、丹波レディ、お聞きできますか、これ本当に。まあちょっと YouTube のコメント欄とかによかったら、はい、ぜひ書いてほしいっすね。どうすれば友達の壁を越えれるか。いやでも確かにいるよね、なんか、はい、その男として見られへんみたいな人。あ、そうそうそう、
友達としてはめっちゃ好き。本当に今までの片思い、うん、ほとんどそれで振られてきたんで。そうなん。あ、ほんまに一緒におって楽しいけどの枕言葉から始まる、ね、うん、告白した後に。あー出たこれ、振られるやつやん。それでわかるんや。もうええてって。そう、え、ありがとう。ほんまにでもそういう目でちょっと見たことないかなみたいな、うん、これからもでもほんまに友達として一緒におってほしいみたいなんで2人で遊ぶぐらいの仲いい性は多いよ。あー そっからも、うん、あ多いねんけど、うん、特に恋愛ごとには発展しない、うん、あれやん、色気出さない。色気、色気って何マジで。その抽象的なアドバイス色気やん。色気何よ。色気やん。そのさ、サラリーマンのさ人がさ、あのさ、こうもう仕事終わりとかにさ、疲れたとか言ってこうやってネクタイこうやって緩めて、そのなんかちょっと見えてるここら辺みたいな、そう色気あるやん。じゃ行為やん。じゃもう俺さ、常ネクタイつけて緩めとけばええの俺。いや、それはだらしないじゃそれはさこう、うん、じゃ一緒に友達、うん、女友達おって、うんうん、俺はスーツでネクタイパーって埋めたら、あ、ちょっとあれ、いや、それ仕事終わりじゃないか、あれいいじゃんみたいな思ってくれるってことな。え、ちょっと違うかった。ちょっと違うやろ。だから、まあ、そっくり一番もう学生時代、うん、中学からずっと悩んでるよね。へえ。中学3年間、うん、同じ子好きやって。おお、一途だね。そうなん、うん、で中1の時に告白し振られて、で気まずくなってずっとね、そっから頑張って頑張って、うん、一番仲いい異性同士、うんうんうん、なって告白して、うん、振られて2年の時で最後卒業間際、うん、って呼び出してすごいな、ごめんみたいな話あんねんみたいな、うん、じゃあもうその子、うん、もういいってもうじゃあもうほんまやたかさ、せっかく仲良くなったのにまた気まずなるやんみたいな。いや俺言うてないやん何もみたいな。いやもう分かるよもう、うん、いや俺何も言ってないやんか、うん、いやもう、うん、ごめんごめん、そやなみたいな、うん、で、まあちょっと付き合ってほしいなと。もうだから友達としか無理やれへんって言ってるやんって言われて、もうもうすごいね。で、うん、ちょっと今年の3月に、うん、その女の子の結婚式行ってきました。切なでしょ。呼ばれるぐらいの、あ、呼ばれるぐらいにはなりましたよ。あの新婦側の友人として呼ばれるぐらいにはなったけど、見ながらね、こう2人がね仲良くやってるわけ、新郎新婦で、俺これおめでとうじゃない、うん、世界線があったんかなって、あ隣に並んでいる未来が ありがとうの世界線があったんかなって。まあ結局ね、うん、友達の壁を越えれなかったんで、今でもねすごい仲いい友達ではいますけど。それってすごいね。まずその、はい、なんか何回も告白するっていう行為ってさ、うん、なんかすごいよね。これがねやっぱバカなんですよね。あの次はいけるってなるのよ。でもさ、それこそ何ですか、堀北真希と、うんうんうん、山本、はい、結婚、年野さんのね、はい、はい、であれ何回も告白して、何回もアプローチして成功した、うん、ああっていう、うん、稀な例があるゆえに諦めへんのよね。うんうんうん、この男というものは。なんかそういうなんか芸人とかでも言うよね。なんかその売れてなくても10年目で売れた人もおると。そう。そのすごいレアな例やのに、俺もいけるって思っちゃうやつね。そうなの。結局、うん、うん、実らず。終わっちゃったんですけど。いやでもなんか、はい、でも何回もやっぱこうアプローチしてくれたり、うん、なんやろうな、その熱意みたいなもので心動かされる人はおるかなと思うね。うん、なんかおるかなと思う。なんか完全に生理的に無理とかでなければ、うん、まだそういうこと言うから、うん、これ諦めない製造諦めないものだって。でも聞いて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 、今私が思ったのは、はい、生理的に無理とかじゃなかったらいけるなと思って、まあ、そうやね、生理的に無理やった説ない。え、なでもえ何それ待ってな、おい、おい待てよ、何ちょっと待ってな、なんだ、生理的に無理は友達としてめちゃくちゃ仲良くてもそれがある、その生理的無理ラインっていうのは、言うたら何やろ、俺の生理的に無理っていうのは、うん、お前顔も合わせたくない、一緒の空間にいたくないっていうのが生理的に無理やねん、うんうんうん、そのことは別に普通にご飯行ったりできるし、うんうん、でもその
何付き合う恋人として見るのは無理、イコールそんな生理的に無理という名称の無理だ。それは何だ。いや難しいね、難しい。ちょっと今難しいこと言いましたね。だ友達の壁という言葉にしといてほしいわ。そっちの方が俺のメンタルはいやられない。ちょっと、はい、ほんまやね。ちょっとマジで友達の壁を越えるにはどうしたらいいかっていうのを、そうです、ね、マジでよかったら教えてください皆さん、はい。いろいろ心理学とか恋愛心理学、いろんな本、いろんな YouTube 見てきましたけど全く参考にならなかったんで、それらぜひお願いします、はい、ぜひお願いします。ちょっと一曲挟みましょうか。すごい恋話してたら思い出した。なんかさ、はい、学生時代さ、はい、どうやった。ちょっと年齢差あるけど西野カナめっちゃ聞いてなかった。西野カナそれでやっぱ女性です。え、そう。はい、何聞いてた。男子は清水翔太になる、うん、バックナンバーはまあどっちもか。西野カナはやっぱね女性目線が強いから。マジで。けど、うん、さっき言ってた、うん、中学校の時好きやった子は、うんうん、西野カナのカラオケで Go for it を歌ってて、うん、僕はその曲聴くたびにあの子を思い出すんで。Go for it はもうカラオケで女子に歌ってほしい曲、うん、ナンバーワンなんで僕。いや思い出していいんや。思い出していいの。マジで感傷に浸れるから。うん、ってうわいいなって。うわ懐かしい。ゴーホイットね。なんかその女の子からアプローチするっていう歌やんな。うん、明日君にメールしようかな。やな。そうそうそう。うわそれ歌われてたんや目の前で。そうね。それ絶対脈なしやわ。好きな人の前で歌え。何が脈なしや。分からんやんけその時は。だってめっちゃアピールしてることなるやんそれやったら。まあ確かにな。いや合法合法やたかやったかもしれんから。合法やたかではなかった。それを願って聞いてたけど。もう今でも好きな。あそう。じゃあちょっと、うん、今回はそれ聞こうか。懐かしい。ありがたいです。合法イットで、はい、西野カナさんで合法イットです。はい、2セット目です。里井選手でやってますけども、はい、はい、選手1セット目獲得しました。あそうなんや、はい、俺っぽいけど。そっちの、まあまあいいやいいや。いやこれバレーあるあるであるやんか。ああのバレーあるあるっていうか、あのサッカーとか野球とかもそうかも分からへんけど、バレーあるあるではあのパッと見こっちのチーム勝ってるなって思うチームがめちゃめちゃ負けてるみたいな、あるあるあるね。なんとなくしれーってなんとなく見とったら、こっちのチームめっちゃ勝ってるんやろなと思ってパッて点数見たらめっちゃ点数逆やん。ないわ。ない。日本代表の報道ではあるよね。要あの日本が得点を決めこのプレーでみたいなで結果、うん、6対1で負けてるとか。その日本の取ったとこだけ報道して、はい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 、まあ確かに、うん、マイナースポーツにありがちな、うん、結局負けてんのかいって言われて、負けてるよってその、うん、まあいや惜しくも敗れたんですけれども続いてのニュースですみたいな。変わってる感じ言わんといてよ、うん、まあ、まあ、あるけど、まあ、そういうのあるよね。まあ、やたかはあの、はいはい、惜しくも敗れたんですけど、まずまず2セット目取り返していただけたら、はい、頑張りたいと思います、はいはい、まず Go for it でね、あの、うん、まあ、今はあの彼女彼彼女の子は今幸せに暮らしてると思うんですけど、暮らしてますね、はい、うん、いやもしさその女の子とか、はい、そういう今後やっぱり結婚をね、はい、視野に入れていく年齢になったじゃないですか。はい、そうですね。ね、やたかはねどんな人と結婚したい。なるほど。うん、どんな人。よく言う、うん、料理とか家事運動はもう全くこだわりがございません。僕ないの。あの料理が好きで。え、そうなん。そうなんですよ。でその辺はちょっと逆にやりたいぐらいで、あ語弊があった。掃除はあんま好きじゃない。あのまだ料理料理はもちろん僕が好きなんで、だから僕の料理を美味しく食べてくれる人であれば良い。あ、なんで料理得意なん。いやずっとアルバイトが飲食店のアルバイトで結構個人のお店やったんで、うんうん、まかないとかも自由にあるもんで作ってええよみたいな。すごっ。そうそうそう。でじゃあなんかね、うん、創作意欲をかき立てられ、うん、まあいろんなもう、うん、いろんなもうパエリアとかもおしゃれやないちいち。その辺の、うん、もういろんなもん作ってたらある程度技術がついたんで、うん、マジで、うん、すげえ。そう実は、いや料理男子やん。モテ要素ワンあるかワンよ。そうよ。すごい先生できたね今の。うん、ほんまやほんまやほんまや。決まりましたね。まあ、うん、
でもまあやっぱね、あとは、うん、あんまその機嫌悪くならない。優しい、いつもニコニコしてる。そう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 。うん、まあまあ最後はまあ可愛い子です。今しれっと言ったね。何が？そこ一番ちょっと重視してるやろ。もちろん。結局はね。え、可愛いってさ。容姿もちろん。容姿は大事、はい。あるやん。綺麗とかさ、可愛いとか、うん、なんかちょっと別のジャンルやんか。それどっちなん？これね。うん、実は別に。どっちもやったんですよ。僕の過去のね、好きになった子を見ていたら可愛いジャンルもあるし、はい、綺麗ジャンルもあるんで、うん、ここはあんまりこだわりないですけど、やっぱ世間一般からしても、うん、あ、この子は容姿が端麗でございますな、まあそういう人ですね。あと太ってる方はもうチェヌジーで失礼しました。美味しそうに、でも美味しそうに食べてほしいけど、お太りな方はちょっと NG でお願いします。すいません、僕がちょっと痩せてる。いや、かなりハードル高いですよ。最後に、うん、めっちゃ上げてきたよ。料理はできんくていいって結構良かったけどね。あの見た目気にせえへんっていうやつはもう、うん、嘘しかいないでしょ。ほんなそれは偏見すぎる。いや、ありえん。え、いや、え、気にするやん。いや、まあ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 多少はね。うん、いや、もうその多少はってするで絶対に。まあまあちょっとは綺麗にするよね、その、うん、眉毛がつながってたりしては嫌よね。そう、なんかちゃんと綺麗にしてとか。いや、そうそう、当たり前やんか。何？当たり前やから。太ったりしたらあかんってこと？何？もっと気を使わなあかんってこと？いや、気を使う以前の問題の部分もあるじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、なんかずっこいな、その日から、はい、俺じゃあちょっと危ない。もう喋らんとくは確かに。いや、でもやっぱ清潔感は欲しい。もちろん、綺麗、はい、なんか清潔感欲しい。その清潔感ね、分かりますよ、うん、好きなその女優さんみたいな。あ、これね、うん、僕平愛梨さんが、あ、はいはいはい、あれが一番ドンピシャのタイプですか。めちゃめちゃ可愛い系ですね。そうなるとやっぱそうなんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと丹波の平愛梨さんにの独身の方、マジですか。そんな募集できるんですか。ぜひ。よかったら八鷹 JR という、八鷹 JR いますもんね。はい、あのDM なりなんなり送っていただけたら、もう余裕で、はい、ちょっとお茶でも最初ですね。で、まあ友達の壁作らない方法をついでに教えていただければ、その方と友達にならず、その子に、その人に教えてもらって、そのままアピールするっていう、すごいね。それが一番いいと思うんで。ああ、はい、結局、まあ、ぜひ友達が増えるだけの可能性もあるんで。いや、友達の幅をね、丹波まで広めていけるってね、それはすごいいいんじゃないでしょうか。丹波、はい、を教えていただければ、まあ、そうですね、まあ、ちょっとぜひ私にもいろいろ連絡いただけたら、はいはい、で、逆に里寄さんは里寄さんは条件、条件、私のことを好きでいてくれたらそれでいいよ。おもんなおもんな。え、丹波の男性諸君、クソおもんないし、ね、答えが出ましたけど。待って待って待って、ちょっと何ですか。私のこと好きでいてくれたらいい、うん、いいやないですか。いいよ、デブでも。それはもう当たり前じゃないですか。もうそれは当たり前な。初期装備ですよ。あ、初期装備、はい、あ、それはもちろん愛してくれる、それは当たり前。 それを踏まえて、ほんなら、はい、料理ができる人がいい。ちょ、もう好きやん俺。え、狙ってるやん。料理ができて、はい、色黒の人がいい。お、俺やん。ほな俺やん。で、ショートカットかな。お、ほな俺やん。スペイン語が話せる俺やん。どないしようの、うん、バレー部。お、ちゃうやんけ。ほな俺とちゃうやんけ。ちょっと待って、何これ。ちょ、ミルクボーイさんもどきみたいなやめてくださいよ。わしやないかいて。いや、でもね、あの、うん、バレーの話できた方がなんか嬉しいなって思うね。普通にちょっと真剣に答えると。それはじゃあバレエを全くその里寄と出会うまで知らなくて、うん、けど出会ってから、うん、その好きになろうという努力っていうか、でもね、今まででちょっと思ったのは、うん、バレエ上手い人がいい。なんかめっちゃバレエ部やって、バレエ部やってで話はできるやん、バレエの。でもその人のプレー見た時に下手すぎて、え、無理ってなったことがあんねん。どこのカエルか。え、無理みたいな。え、自分よりバレー下手やみたいな。カエルかやぞ。え、下手な、まあ、下手でもええねんけど、そのフォームが汚いとか、なんかちょっと、え、無理ってなって、
そういう現象が起きたことがあるので。何それ、うん、思い出した。自分より強いみたいな、悟空みたいな感じ俺より強え、バレー強えやつがええみたいな。強えというか綺麗で、フォームが綺麗で、まあそれなりに基本的なことができたら嬉しい。めっちゃむずない、いきなりハードル上がっちゃった今、カテゴリー意味わからんの増えたもんバレー、フォーム綺麗、料理好き、私のこと好きで出てくる、バレーフォーム綺麗急に検索結果なくなったゼロになった、ゼロになった、スペイン語は話せなくていいから分かってるわ分かってるわちなみにヤタクガはねスペイン語が話せるんですよはい、まあ、前回ちょっとそうミスったんで、もうこの話はいらないんであれなしで行きたいんですけど。でもね、こう見えてすごい語学学校に行ってて、はい、こう見えてるよう分からんけど、えだってなんかあった、まあ、いいようには見えんくないなんかヘニョヘニョってヘラヘラってしてるように見えるやん、はい、適当に生きてきてるんで、うん、確かに、まあ、そうですね、語学でスペイン語の勉強を大学の時に4年間していたので、うん、すごい、はい、なんかそういうメリットもあるんで、うん、海外旅行には持ってこいの。ああそうですよ、うんうん、喋る喋らん関係なく積極的に外国人とコミュニケーションを取れるので、それめっちゃ大事、はい、だこの前マカオ行ったんですね私。ああ行ってました、はいはい、でやっぱり海外行くと毎回英語喋れるよ喋りたいみたいな、うん、でもまあまあ自分がもちろん喋れるのはいいけど、うん、そういう横に行ってくれるパートナーがこう喋ったりさ、うんうん、できるともっと海外との距離が近くなるじゃないですか、うん、しその一番英語を覚えるにはなんか外国人の彼氏を作りなさいって言うやん、はいはい、ああ言いますね、はい、うん、だから、まあ、外国人じゃないですけどあなたは、はい、なんかこういう英語が喋れるっていうのはすごいいいっすよね。ありがとうございますただただ褒めた喋れるわけないただただ強弱で、あ褒めていただいてありがとうございます、はい、はい、そんな褒めてたら終わるわ、褒めてたら時間来た、あいいじゃないですか、うん、何でそうあかんわ、褒めてたらなんか時間来ちゃったんですけど、つまらん時間みたいな、いやつまらん時間を、よかったですよ、すいません、ですねちょっと、はい、ちょっと私の告知になっちゃうんですけど、あどうぞ、はい、9月1日からね、はい、ファンクラブを開設しました。素晴らしい、なのでね、はい、ぜひよかったら入ってください。頑張るバレーボーラーを応援するようなシステムになっているんで、はい、なんか私のことを応援していただけたら、うん、その応援が頑張るバレーボーラーに還元されていくようなシステムになってたり、なるほど、うん、もっとバレーの勉強ができるような感じにもなってますので、はいはいはい、ぜひ学生さんのバレーボーラーだったりバレー、うんうん、頑張るバレーをバレーボーラー応援したいっていう大人の方々とか、まあ、ちょっとコースが2つあるのでぜひぜひ、あそう、YouTube に詳しく載ってますんで、はい、ぜひよかったらそれは入部してください。ホーム汚くても入れるやつホームは綺麗な人しか入られへんとかではなく恋人ではないので、あだだホームを綺麗にするためのなるほど、なるほど、里寄りのタイプになるためにぜひ入ればホームが綺麗になれるらしいよね、はい、9月9日、はい、オフ帰りますオフ会、バースデーオフ会があります。私9月8日誕生日なの。あら私9月8日誕生日なの。ああそうなんですね、もうすぐ、はい、だからバレーのオフ会と夜のご飯会のオフ会がありますんで、おめでとうございます、それはバースデーオフ会、はい、ぜひ来てください。また年を取っておめでとうございます。うん年を取っていただいて、うん、年を取るたびに綺麗になってるんで、はい、でちょっとね夜のご飯会に関してはちょっと今要検討中なんですけど、はい、八高 JR をねMC に置こうかな、あら置かないかな、どうしよう、ぜひ僕の未来の嫁さん候補のためにもそこで探すなよ。あ違いました、はい、すいません、ちょっとでもちょっとやってほしい率高めになっているので、ぜ ぜひちょっとやたかを見にも来てほしいですね。もしかしたらいるかもしれないので、本当やね、本当詳しい詳細は私のインスタかツイッターに載ってますんで、はい、ぜひぜひ里寄りで検索して調べてみてください、はい、あります、はい、ということで、矢高が何かあります最後。未だにフォロワーが少ない状態であります。で皆様 SNS で SNS で矢高 JR と調べ、ひらがな矢高、アルファベット大文字 JR で。何、うん、なん JR って。あ JR、うん。これは最も覚えやすいアルファベット2文字。うん、これが JR やなと思って自分の名前につけた。はあ、いやでも。確かに覚えやすいでしょ、うん、けどな何ってなる、あ鉄道じゃないですよ、電車では電車ではない JR の電車、なんの、あ、まあ、厳密に言うと元、うん、ソースはサッカー選手のネイマール J
JR。 ネイマールって JR って言うんや。あれジュニオール、まあブラジル人多いんですよ、ミドルネームみたいな。ネイマール、うん、ジュニオール、うん、まあ、あ、まあ、いいわいいわ JR で、まあユニフォームにねネイマール JR って書いてある。あ、そうなん。で球技大会の時に高校の、うん、あれかっこいいなと思って、うん、ヤタカドット JR にして、うーん、そっから JR って呼ばれるようになって JR が新着。そうやったんや実は。ああ、そうなんや、うん、で芸名でももうつけようと思ったのは、うん、でも覚えやすいや、確かに JR の方がと思って、うんうんうん、JR つけたから、うんうん、ヤタカ JR で。ああ、ヤタカ JR、はい、あ、そうなんや。え、でもなんかちょっといいねそれ。あ、いいですか、うん、なんかふざけてるなって思ってきたけどあの、いい、いい、あ、よかったです、はい、いい、よかったです。まあ、ぜひ、ぜひインスタ、ツイッター、フォローお願いします、うん、お願いします。はい、ということで、今回は同期の芸人の八高 JR 君にゲストに来ていただきました。また3回目来てください。はい、もちろん、はい、お願いします。ではまた来週も聞いてね。おやすみなさーい。おやすみなさーい。